こんにちは、足立区から出たバームドリームの武井です。ございます。めっちゃ犬に追かけられました。分かったっすね。なんかタクシーとかも変なの分かんない。今からジムの近くの結構大きい公園で走っていきます。今回が2回目で、1週間ぐらいここで寝泊まりして練習もここでやります。だいたい10キロぐらいですかね。何キロかわかんないですけど、まあ、結構、はい、走っているかなと思います。今走ったので、これからジムでミットやりたいと思います。って言います。こっちのジムが全然軽いとかじゃなくて、まあ、うちのジムがきつすぎるって話で、でまあ比べたら、まあ、自分のジムがきついので、日本では、もうずっとしっかり追い込んでて、まあ、こっちで1週間、まあ、練習しながら、しっかり休む。怖いやつは怖いけど、可愛いのはマジ可愛いですね。この暑さはやばいっすよ。こんな汗でですね、拭いても拭いても。昨日結構涼しい方だったっすよね。そうでもないですか。涼しいっす。いやわ。これぐらい涼しいと気持ちいい。トロトロ感が。これなんか水がなんか水臭い。ぬるいぬるいお湯。練習着をタオルを自分で洗います。今干しておけば昼過ぎの練習乾く。チャンピオンでもやんなきゃいけないことやんないとってことです。すいません。タイのうどんですかね、これ。昨日も食べたんですけど、結構美味しいです。今、ちょうど朝練が終わって、午後の練習まで時間があるので、ちょっと動物園に行きたいと思います。美味
久しぶりです。サングラスの滝です。行ってきます。全然人がいない。動物も。あ、これ見ますよ。エレファントショー。多分。いました。でかっ。ゾウいましたよ。でかっ。おお。これはやばい。行っていいですか。行って入ってますか。でかい。おお。そうだ。怖い。おお。触った。あ、鼻ちょっと濡れてる。これ乗れるみたいですよ。乗れんすか。乗るのめっちゃ怖くないですか。椅子あるんで乗れると思います。大丈夫なのかな。今あ、ねんねんマブロン。うわマブロンねマブロン。あ、アップデートね。すげえ。おお。アップデート。ほら、50%。すごいな。あ。ムエタイも全然大丈夫ですね、これで。大体わかりました、ムエタイがどういうものか。あ。一番。コップンカップ。あっち。ありがとう。不思議な感触。これやですか。これやばくないですか。本当に大丈夫。大丈夫。大丈夫って言ってる。怒ってるよ。大丈夫？やべえっすね。いい感じです。いい感じです。いい思い出になりました。やっぱこうやってリラックスするのも大事ですね。最高です。トラ行ったらもうビビんないですよ。俺はもう何にもこの経験を生かして、まあ、しっかり優勝したいなと思います。小学生の時、男子の中で縄跳びチャンピオンでした。唯一の小学校の時の自慢。技術面で言えば、まあ、この1週間でムエタイのリズムをもう一回確認できて、で、まあ、蹴り方だったり膝蹴りのやり方、ムエタイの間合いとかすごく、まあ日本じゃ、こんなにタイ人はいないし、外国人選手と練習することは全くないので、まあすごく勉強になります。今ちょうど午後練が終わって、王宮の方に、散歩がてら、お食事に行ってきます。初めてですね、そっちは。全然そっちも都会の方なんですかね。そっちは全然行ったことないんで、ちょっと楽しみです。はい、これか。
Lake Station, Seyang. Interchange with Seelong Line. まだですね。あれ？ Lake Station, なんて言った？何？何？なんて言った？あれさっきの駅のやつどこ？これだ。ラチャテビ、ここですよね。ラチャテビ。ほら、ここです。え、行きます？え、違うんですか？行きます。はい。中高生ぐらいのちょっとヤンキーみたいな子が、まあ、公園とかで溜まってるんですけど、そこ通るとしっかり挨拶してくれて頑張ってくださいとか言ってくれるのやっぱ嬉しいっすね。これから船に乗って移動します。すげえなこれ。どうすか？すごいっすね。生活感。すげえ。タイだ。この体感すごいっすね。感動っすね。ちょっとこれマジ感動ですよ。すげえ。すごい速かったんで、やっぱスピードを見習って、まあ、6月30日はもうこのボートのスピードをちょっと勉強させていただきました。これが噂の OK ですか？いいっすね、このタイ満喫してる感。全然イメージと違う感じですよね、これ。すげえ最高っす。焼き鳥みたいな。いただきます。お、うまい。おいしいっす、これ。牛ヒレ肉のグリルです。いかついっすね。うまそう。いただきます。うん、のろっこ。うん、うん、うん、めっちゃうまいです。まあ、もう試合前なんで、まあ、今日が最後かなって思います。あと、まあ、今日1ヶ月前ぐらいなんで、まあ、もうリラックスは今日で終わりかな。でもちゃんと台来て練習してますんで。しっかりやったんで、まあ今日だけは会長もいないしリラックスさせていただきます。食レポ無理だ。あ、でもちょっと辛い。これで終わりました。大修行1週間、体的には正直いい感じに疲れが抜けて、日本でもう一回追い込みますね。今あと試合まで1ヶ月なんですけど、まあ、もう一回日本に戻ってしっかり追い込んで、自分がやれることを全部しっかりやって、で、まあ、6月30日のトーナメントに向けて、まあ、絶対負けないって気持ちであと1ヶ月過ごして、でトーナメントが終わってみたら、やっぱ武井がやっぱ最強だったなってもう一度証明したいと思います。